おはようございます。前回、監視エリアカードキーと秘密のジュースをゲットすることに成功しました。秘密のジュースはまさかの透明化のポーションでした。マリサにそのこと報告して、どんな反応か楽しみですね。早く監視誰か来ないかな。今日は誰が担当なんだろ。来た。おはよう霊夢。なんだまさき監視長か。なんだとはなんだよ。釣れるぞ。あはいはい。今日は早速面会からですか。いや、面会じゃなく刑務作業からだな。何やるんですか。霊夢がめんどくさがるの珍しいな。プールの水抜きをやってもらおうと思ってる。冷たいから嫌ですよ。終わったらあさってケーキやるぞ。ちょっとすぐには準備できないんだ。わかりました。その代わり2つください。しょうがないな。いいぞ。やったー。その代わりしっかり頑張ってくれよ。もちろんですよ。まさき監視長、締め忘れてますよ。あ、すまんすまん。またやらかしてたか。それじゃあ行くぞ。今からスポンジを渡す。ちょっと待ってな。1スタックで足りると思う。本当ですか。足りなかったら言ってくれ。近場を巡回してるからな。わかりました。それじゃあよろしく頼むな。ケーキちゃんと準備しておくからな。やるかー。お知らせのコーナー。いつもご視聴ありがとうございます。なんだなんだ、俺も出てこいってどういうこと。実はユータマ第一刑務所のパートレイの再生回数がごくり前回を突破しました。第二刑務所も第三刑務所もですが、徐々に再生回数が伸びてます。すげーなー。昔に上げたショート動画は1000回到達することができずだったのですが、本編動画で1000回はかなりの成長なんじゃないかなって思います。初めての4桁だもんな。1000回再生がおめでたいと思ってくださったら、チャンネル登録高評価、ユータマおめでとうってコメントください。むしろそのコメントでいっぱいにしてほしいです。お願いします。おいおい、あとおめでとう CM なんかもお待ちしてます。ゲフンゲフン。どんだけ欲張ってるんだよ。まあ CM 欲しいよな。ゲフンゲフン。マジか、すげえなー。いつ第一刑務所上げたんだっけ。第一刑務所はねー、2022年6月2日だよ。約4ヶ月くらいかな。だねー。パートレイは結構かっついててお恥ずかしい限りだったんだけど、前回達成正直びっくりです。嬉しいよなー。第二刑務所のパートレイは6月21日に投稿してて、860回に到達しそうだし、第三刑務所のパートレイは8月14日に投稿して、700回を突破いたしました。え、これがユータマチャンネルでしたっけ？ってなったわ。これからも頑張って投稿するので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。他の有名実況者の子さんアピもいいけど、これから伸びてくユータマ子さんアピ、してくれるとユータの創作意欲が確実に伸びます。まあ実際次の刑務所もどうしよっかなって感じだったんですが、頑張りたいってなっちゃいました。ユウトの動画に対する熱はすごいです。あと最近チャンネルを登録したり解除したりしてる人、名前は通知でわかってるんでやめてください。正直そろそろ鬱陶しいです。ユウタマチャンネルが好きならそのままチャンネル登録したままにしてください。お願いしますよ。うわ、その人の通知やばすぎー。もうほんと勘弁してほしいです。間違えたにしろ何にしろ、人の迷惑考えない人間はユウタマチャンネルにはいらないです。こう言っててリュウト優しい子だから、怒ると怖いぞ、ガクブル。あのお二人さん、いつまでいるの？そろそろおいとましようとは思ってたよ。そうだな、すまなかったな霊夢。まあいいけどね。それじゃあまたねー。またなー。霊夢、ちょっといいか？ちょっと待っててくださいねー。どうしたんですか？いや、はしごを渡すのを忘れてたなって。登りにくかっただろ？そもそも持ってきてくれなかったら上がれてなかったですよ。スポンジで登っちゃいましたけど。いや、すまなかった。引き続きよろしく頼むよ。はい。はい、ユウタマハン。って遊んでる場合じゃないな。早く終わらせなきゃ。終わった。まさき監視長待とうかな。霊夢お疲れー。水抜きありがとうな。池の水全部抜くってやつが大変なんだなって実感しました。はしごは4箇所に設置しました。マジで？今度手すりの工事させるわ。
その方が危険も少なくていいだろうからな。霊夢ありがとう。は、はい。それじゃあ食堂に行こうか。おっとっと、まさか感情を出してください。どうしたんだ？いやちょっとふらついちゃって。あまりひどいようなら医務室連れてくよ。無理しないで行ってくれ。それじゃあ面会者の手続き終わったら迎えに来るわ。わかりましたー。へぇ、主任。さっきので風邪ひいたかな？ゆっくり休んでようかな。霊夢迎えに来たぞ。はい。あれ、まさき監視長？行っちゃったし、自分で閉められるかな？よし、オーケー。次の扉も行けるかな？問題ないね。マリサ早く来ないかな。ああ、ありがとうございます。大丈夫ですよ。て霊夢久しぶりだな。マリサ。お前なんか顔が赤いぞ。はっはーん。愛しのマサキ監視長とイチャイチャか？そんなわけないでしょ。まあとりあえずその手に持っている食料を渡すんだな。お腹空いてると思って用意しといたよ。手落としちゃった。大丈夫か？うん、大丈夫なはず。そういえばウリコちゃんの秘密のジュースなんだけど。お、どうだった？透明化のポーションだったよ。なるほどな。何か掴めそうなの？そうだな。多分、繋がったな。霊夢、これから先何があってもその黒幕のこと恨まないでやってくれ。え？どういうこと？そうとしか言えないな。霊夢とはあまり直接的な関わりは正直ないかもしれない。でも本人たちはあがいてあがいてようやっと将来の自分たちに託せる。そう感じてると思う。よくわからないけど、本人たちに直接会って確かめるしかないってこと？そういうことだな。でもどうやったら会えるの？それならもうすぐ会えると思うぞ。そっか。でもどうだろうな。霊夢の気持ちはよくわかるけど。とりあえず脱獄したらうまい飯でも食おうぜ。私のおごりでな。その言葉録音しといたからね。あはは。そういえば祭り副監視長がこっちにいるけど、マリサから連絡来ないって怒ってたよ。あうんそうだねー。後で連絡するよ。それでどうだ？ここは脱獄できそうか？多分できると思う。今鉄つるはしできて。ダイヤツルハシまで頑張ろうってところ。じゃあ順調なんだな。それなら安心したよ。なかなか面会に来れなくてごめんな。でも最近は新人監修の丸山監修が配属になって楽しいよ。え？丸山？あいつ確かこの間彼女とデートしてたな。めっちゃ仲いいの？かなり仲がいいって感じだな。おっと、これ以上はやめとくわ。それじゃあそろそろ帰るわ。今度会うときは美味しい飯屋で会おう。またねー、マリサ。おう、またな。霊夢お待たせー。房に戻るぞ。は、はい。たくさん話せたか？たくさん話せましたよ。お疲れさん。明日は通常通りだからそのつもりで。わかりました。霊夢お休み。まさき監視長お休みなさい。体調悪かったら遠慮なく言ってくれよ。わかりました。今日はもう寝よう。なんだかんだだるい。投稿遅くなって申し訳ございませんでした。おやすみなさい。